あなた運がいいんだって。2023年の後期、朝ドラヒロインに選ばれた。あ、だいぶ先ですね。ね、1年首里、32歳かな、さんの感想枠お願いします。知らんな。水谷豊さんと伊藤蘭さんのお嬢さんです。2471人の中が選ばれたそうです。個人的に永原純一さんのイラストの女の子みたいな可愛らしさがあって好きですということですね。ちょっとこれは僕はまだ存じ上げないんですけども、首里さん、皆さんは結構知ってるんですかね。もう32歳だったら、そこそこね、そんな、出たてっていうことじゃないですかね。前からいた女優さんなんですかね。どうなんだろうな。伊藤蘭さんってキャンディーズですか。ちょっと、まあ、芸能人同士の、まあ、お嬢さん、お子さんなんで、まあ、そのね、変なことを考えてしまういますけどね。その七光とかね、その親の力で、まあ選ばれてなかったらいいですけどね。まあ、ご本人の力かな。全く、でもこの全く知らないですね、この首里さん。ちょっとはい、見てみましょう。はい、これですね。長女首里が朝ドラヒロインに決定。伊藤蘭、水谷が夫婦ショットに、娘さん良かったの祝福の声。ああ、なるほどね。これが水谷豊さん、伊藤蘭さん、木梨憲武ですね。ツイッターフォローしてね。まあ、伝説のアイドルグループキャンディーズの元メンバー、伊藤蘭、と60、あ、もうそ、水谷とか何です。あ、もうそんなお年なんですね。トンネルの木梨憲武との、レアな共演ショットは、木梨さんももう60歳なんですね。その木梨さん自体が還暦なのがちょっと、あ、もうそんな年なのかっていう、はい、感じがしますね。そうかも。そういう、一人娘女優の首里が2471人のオーディションから、ブギウギのヒロインに決まった。なるほどね。で、まあ、とりあえず、まあ、この人の、まあ、感想枠ってことかな。はい。はい、これですね。いや、そっちはこっちは見やすいんかな。見やすい方がいいか。いやー、ちょっとね。そうなんすね。ゼロサンザンさんのように、あーなんですよね。これ、いいように、いやー。こういう戦団厳しいんすよね。もう皆さんちょっとね、そう、福原遥さんでしたっけ。詐欺師の報告は気づこうかいまで。福原遥さん、みたいな人のみの、感想枠リクエストに、してほしいなという気がしますね。これいいように言えんな。厳しいかな。まあ、一応言っていきますね。まあ、これあくまでね、そうの話ですからね。彼女自体がどうこうの話じゃないですからね。はい。この、そうの話なんで、まあ、顔型は別に、まあ、そこまで悪くないですよね。まあ、男性だったら超きつそうなんですけど、女性なんで、まあ、普通というぐらいなんですけどね。おでこは広くていいんですけど、ちょっと生え際が気になるんですよね。生え際がですね、ぼやけて見にくいんですよね。わかりますかね、皆さんも。生え際のミンクさ。これね、他の画像でも一応勉強のね、これはもう勉強のために、彼女がどうこうじゃなくて、総書のね、勉強としてこういう風な感じですね。生え際がですね、やっぱこう、ぼやけて見にくいですよね。これがですね、まあ、魔性の女とかですね、まあ、そういうふうに言われる、はい、パターンなんですよね。なんで、まあ、ここら辺が読み取りで、まあ、次、眉ですね。眉はね、多分そんな悪くないんですよね。まあ、ちゃんときちんとカットしてますけども、はい、眉は、そこまで悪くないとは思いますね。悩み相談はマカロンまで。まあ、空想家とかアイデアマンとかね、まあ、人と仲良くなるとかね、まあ、そういうこともあるので、そこは問題ないんですけども、この、ね、
ここですね、ここの部分ですね、まあ、陰道と三根の広さ、両親そっくりなんですね、ハニーレインさんのように、ちょっと僕、両親が、まあ、水谷豊さんはまあ知ってますけどね、ここら辺がですね、やっぱこう、女性なんでね、申し訳ないですけど、褒めようがないんですよね、ちょっとアルペンのね、この間、やりましたよね。アルペンの、社長さんでしたっけね。女社長さんでしたっけね。アルペンちゃうわ。スノーピークか。スノーピークか。うんですね。なんか女性の社長さんと似たような感じでですね。ちょっとね、悪いんですけど、俺もあくまでエンタメですよ。あくまでエンタメ。でも、まあ、ちょっと女性なんで、ちょっとね、競争で、しかも合わせ読みしてしまうんですよね。申し訳ないですけども。でこの花もちょっと大きいので、ね、花は金運仕事もいいんですけど、花、目の形、陰道三根の広がり、この、生え際あたりですね、はい、完全にこう合わせ読みをするとですね、まあ、ちょっとね、性の方がですね、まあ、奔放というかですね、それが、大丈夫かなっていう気がですね、してしまいますね。なんでまあ本当にね、この方が、選ばれた、ちょっと顔、他の口元はね、ちょっとその口は、でも一緒かな、この口も一緒かな。口はそこまでむちゃくちゃ、悪くはないんですよね。火曜日はインスタグラムで質問コーナーやってるよ。やっぱね、この中底部分がですね、こうむちゃくちゃ気になるんですよね。そのね、そう、いや、人を不幸にするとかね、そういう感じじゃないんですけども、その、まあ、そう、低層観念的な話ですね。低層観念的な話と、あとはその、その、モラル的な感じかな、って言った方がいいかもしれませんね。でもそのね、可愛いとか可愛くないとか、そういうのはですね、人の、感覚の問題ですから、これはあくまで、まあ、草書とかのですね、まあ、面相読みのみ、はい、した時の話ですから、ちょっとその、男性問題ね、今後気をつけてほしいな、とは思いますね。で本当にまあ2000何人か選ばれたのがね、まあ、実力なのか、その演技とか見たことないんでね、ちょっと、分かんないですけども、あ、お母さんこんなんなんですね。本日のテーマのような話から悩み相談、疑問、質問、意見など何でもマカロンからお気軽にメッセージを送信してください。生配信はミルダムと占い師ケンケン TV 見逃し配信チャンネルというサブチャンネルをメインでやってます。キズ公開は詐欺師や霊感商法をしている悪人の情報を随時募集してます。ツイッターはチャンネル最新情報、インスタグラムでは火曜日に質問コーナーをストーリーでやってます。動画の高評価、チャンネル登録、各 SNS のフォローをよろしくお願いします。占い師ケンケン TV を見てトラストリテラシーを高め、一緒に運気を上げていきましょう。パワーストーンはただの石。ご視聴ありがとうございました。